皆さんこんにちは、カタリンです。はい、本日はベランダでシャインマスカットを育てたいと思います。ということで、いろいろな材料を買ってきたのでご紹介したいと思います。用意したのは土を混ぜるための容器と手袋と鉢です。そして肥料、とても重たい赤玉土の小さい粒のやつです。そしてシャインマスカットの苗、手袋をつけて、土、普通の土に赤玉土を入れます。ちょっとこぼれました。これを混ぜ混ぜしていきます。そしてここで肥料を入れます。肥料を入れたらまた混ぜ混ぜします。ちなみに赤玉土は水はけを良くするために入れるみたいですよ。そして出来上がった土をこの鉢に入れていきます。土を少し入れたら買ってきた苗を入れます。それで整えてまた上から土をかけていきます。もう完成です。できました。そしてお水をたっぷりあげます。完成。ベランダのいちごです。まだできてない。お花も風が強い。あとはユリの球根の芽が出ました。フラワーアジサイ。はい、お花いっぱいあります、ベランダに。はい、ということでシャインマスカットの苗を植え終わりました。
もうとっても大好きなシャインマスカットなので、お家で育てられるということで出来上がるのがとてもワクワクなんですが、なんと実がなるのは2年後ということで、まだまだ先になるんですが、出来上がったらどこかに載せたいと思います。それまでお楽しみに。それではまたねー。